パピオンは1973年のアメリカ合衆国の電気犯罪映画。監督はフランクリン・ジェイ・シャフナー、スティーブ・マック・イーンとダスティン・ホフマンなど。胸に蝶の入れ墨をしていることで、パピオンと呼ばれた男が1931年に無実を叫びながら終身刑となったものの脱獄に成功し、後にベネズエラ市民権を取得したというアンリ・シャリエールの 同名自伝小説を映画化したもの。当時の公開コピーによると、小説は世界一千万部のベストセラーを記録。制作のロベールドルフマンと制作葬式のテッドリッチモンドは、レッドサンで大スターの顔合わせを実現して話題となっており、続いて本作でもマック・インとホフマンの2大スター共演を実現させた。ジェリー・ゴールド・スミスの音楽は、1973年度の アカデミー作曲賞にノミネートされ、しばしば映画音楽の名曲の一つとして、コンサートなどで取り上げられてきた。日本では1974年3月に初公開、1977年5月にリバイバル公開された。なお、DVD が1996年12月5日に発売され、2003年10月1日に、 パピオン制作30周年記念特別版の DVD が発売された。ケチな金庫破りで捕まった男。その男は胸に蝶の入れ墨を入れていることから、パピオンとあだ名されていた。パピオンは仲間の裏切りに遭い、いくつもの罪を着せられた末に終身刑の判決を受けてしまう。この刑を受けた人間は祖国フランスを追放される上に、 南米ギアナのデビルズ島で過酷な強制労働が課せられるのだった。パピオンは脱獄を決意。しかし、それには監視を買収した上、ボートや食料を入手するための多額の資金が必要だった。そこでパピオンは同じ服役中の動画という男に目をつける。ドガは国際偽造で逮捕された男で、今もその腕が噂される偽札作りの天才だった。 当初パピオンはドガと取引することで逃亡費用を稼ごうとするが、やがて二人は奇妙な絆で結ばれてゆく。ありがとうございます。